どうも皆さんこんにちは、みたです。私1年と4ヶ月ほど前にこんな動画を出したんですよね。今年中に関取に昇進そうな7人の超有望力士ということで、2023年の2月17日ですね、2023年の1月場所終了時点でまだ関取になっていないけども、2023年中には関取になって活躍するんじゃないかなと思った力士を7人ピックアップして、動画にしました。この動画自体の、再生回数は1万回そこそこということで、たくさんの人に、見てもらったんですけども、今日はね、その7人の力士あれからどうなったのということで、一人一人ね、その後の結果を追いかけていきたいと思います。まず一人目はこちらですね、紀宝、伊勢ヶ濱部屋の紀宝を一人目として挙げていました。この動画を出した時点ではまだ宮城野部屋でしたね。宮城野部屋で昨年1月場所終了時点での番付が東の幕下7枚目で5勝2敗という成績でした。そこからどうなるのかなと思って関取になれたのかといえば、なれましたね。昨年の1月場所5勝2敗、その次の場所で4勝3敗、その次の場所西の筆頭で5勝2敗ということで、2023年昨年の7月場所で新十両となりましたね。ただ新十両の場所は7勝したものの途中休場、そしてその次の場所も途中休場となってしまい、十両には昇進したんですが、怪我によりね、現在は3段目まで番付を下げてしまっていますね。昨年の9月場所十両で途中休場してからは3場所連続全休ということで、大きくね、番付を下げていましたね。本当に足首だったかな、怪我が、体もね、あんま大きくないので、非常にね、こう怪我との戦いの力士なんですけども、ただそんな紀宝、先場所はしこ名を紀宝から本名の川添啓太に戻しましたね。そして7番相撲に出場しましたね。6球した後の7番相撲に出てきて、これを勝利ということで、久々に土俵に帰ってきましたね。本人はこの5月場所最後の7番相撲、国技館に行くのも緊張したと言っていましたね。半年以上の長い休み、休息を経ての復帰ということで、おそらく来場所は序二段に落ちてしまうとは思うんですけども、そこから復帰かな、またこう駆け上がっていく相撲っていうのが見たいですね。本当に何回も言いますけど、体は大きくない、身長は166センチ、そして体重は110キロという体ながら、本当に抜群の運動神経と相撲センスをしていますから、日大でね、同い年の武尊富士が幕内で優勝しましたけども、そういうのね、非常に刺激を受けてるはずですから、来場所以降の紀宝の川添くんの復活にね、期待したいと思います。そして2人目ですね、2人目の期待の力士として僕が挙げていたのが、当時まだ塚原だった現在十両の栃大会ですね。この人も十両に上がれましたね。上がれたんだけども2023年中ではなかったですね。塚原といえば長らく幕下上位で苦しんでいたというか、なかなか上がれそうで上がれずみたいなのをね、繰り返した力士としても有名ですね。最初の動画が出た2023年の1月場所終了時点では、東の幕下5枚目で5勝2敗ということで、その次の場所で東の幕下筆頭にまでね、番付を上げるんですよね。そして負け越してしまうと。そしてその後ももう1回東の筆頭に上がったこともあったんですが、負け越してしまうと。こういったことを続け、そしてついに先場所ですね、今年の5月場所に新十両となりました。
そして見事勝ち越しということで、まあ、この人も長らく苦しんだんですが、ついにね関取の座をつかみましたね。まあ、非常に体の大きな、スケールの大きな力士ですね。ここからさらなる成長っていうものが期待される力士ですね。そして次、3人目ですね。3人目、僕が挙げていたのが、当時まだ向かい中野だった天正鵬ですね。こちらも宮城野部屋から伊勢ヶ浜部屋に移籍した力士となります。前の動画が上がった2023年の1月場所終了時点では、西の幕下13枚目で5勝2敗という成績でしたね。非常に良い成績。そしてそこからさらに3場所連続4勝3敗で勝ち越して、昨年の9月場所に新十両となりましたね。そしてそこから3場所十両を務めたんですが、今年の3月場所幕下に転落してしまい、まあ、そこで負け越しと、そしてさらに5月場所でも、まあ、休場もありつつ負け越しということで、どんどんこう番付を下げてしまっていますね。新十両の場所では8勝7敗と勝ち越したんですけども、その後4場所連続負け越しと、まあ、なかなか苦しい時期が続いています。まあ、部屋のねごたごたみたいなのもありつつ、まあ、いろんな意味でね、タフな時期が続いているとは思います。ただそのね立ち合いからの馬力、押し相撲というものは、まあ、本当にね魅力のある力士なので、まあ、またねちょっと上を向いて頑張ってほしいなとは思いますけどね。まあ、まだ21歳と若いですから、これからまだまだ強くなれると思います。非常にこちらも期待したい力士ですね。今んとこ3人連続で関取になってますね。そして4人目ですね。4人目として僕が挙げていたのが、錣山部屋の峰刃という力士でしたね。最初の動画が上がった時点では東の幕下17枚目で6勝1敗という成績でしたね。まあ、現在25歳で非常に力士としてのキャリアも長い力士ですね。動画が上がった時点の東幕下17枚目で6勝1敗のうちに、次の場所東幕下4枚目、これが現在の自己最高位となっています。ということはこの力士は十両にねまだ上がれていませんね。まあ、昨年の3月場所自己最高位を更新してからは、そこからはなかなか苦しい土俵が続いていますね。まあ、勝ち越したり負け越したり、4勝3敗と3勝4敗しかないんですけども、まあ、それを繰り返して、まあ、番付を下げたり上げたりしているという感じですかね。ただ今年に入っての3場所1、3、5とこの3つの場所では全て4勝3敗で勝ち越しています。まあ、4勝なのでね、番付は大きくは動いていないんですけども、先場所は東の幕下15枚目で4勝3敗ということで、まあ、再び昇進圏内ですね。15枚目圏内に来場所は、まあ、先場所もいたんだけども、来場所はさらに番付を上げて、まあ、挑むという感じですかね。まあどうでしょうね、もう一皮むけないと苦しいかもしれないんだけども、頑張ってほしいね。でかいよね。188センチ、145キロですから。5人目の力士は、この人、琴手ばかりでしたね。動画が上がった時点では、西の幕下22枚目で4勝3敗という成績でした。この最初の動画が上がった時点までは、まだ負け越しなしで番付をガンガン上げていた力士でしたね。いやー、琴手ばかりはね、関取上がると思ったんだけどね、なかなか苦しんでいるというか、もうあとちょっとなんだけどね。先場所は自己最高位、東の幕下2枚目という、まあ、昇進のチャンスの場所だったんですが、初日から4連敗もあり、2勝5敗という成績で、まあ、この2勝に終わったというのは、自身が入門してから、まあ、最低の成績となりましたね。いやー、なんか先場所は厳しかったですね。
ただここ5場所で全て幕下の一桁にいるということで、まあ、非常にね力はつけていますね。まあ、本当あとちょっとなんだろうね、あとちょっとなんだけど、まあ、ここが、本当に大きなポイントというか、大変なポイントなんだろうなと思いますね。まあいずれは上がるとは思うんだけどね、あとちょっとだね、本当ね、上がってると思ったけどな、なかなか難しいですね。そして6人目ですが、押尾川部屋の風拳王でしたね。この力士、動画上がった時点では西の幕下40枚目で6勝1敗という成績でしたね。動画が上がった時点では力士としてはまだ5場所しか、経験していなかったんですね。そしてその全てで6勝1敗という成績で、負け越しなしで一気にね、幕下6枚目まで、東の幕下6枚目まで番付を上げたんですが、そっからはね、ちょっと苦しみましたね。3場所連続負け越しがあったりとか、やっぱ幕下上位の壁に当たったんですが、ただそれでも今年の3月場所で幕下西の13枚目で7戦全勝。そして先場所でしたね、新十両として迎えました。いやー、関取にはね昇進できたんですよ。2023年以内ではなかったんですけども、先場所新十両に昇進したんですが、ただね、まあ、序盤は良かったんだけども、後半ちょっと負けが込んで、そして千秋楽ね、幕下の名場ためとの、まあ、入れ替え戦で敗れてしまい、まあ、番付が西の十両14枚目だったということで、来場所は幕下転落が、まあ、確実となってしまっていますね。まあ、どうだろうね。まあ、7勝できてるというところである程度は通じてはいたんでしょうけども、また幕下から出直しって感じになっちゃいましたね。まあいい押し相撲あるんだけどね、大変ですね本当に。十両でも勝つというのはね。さあ、そして最後の7人目ですよ。こちらね、この人はこの動画を上げた時点ではまだ入門すらしていなかったんですよね。中村大輝こと現在の大の里ですね。上げていたんですよ、この時。この時はまだ入門前で幕下10枚目格付け出しの権利を持ち、まあ、いつ入門するんだろうなと。その動画が上がったのが2月ですから、まあ、3月はないから5月か4月かなみたいな感じだったんですけども、まあこの力士の活躍はね、今更説明するまでもないんですがね、関取昇進どころかもう幕内で優勝しちゃいましたからね。現在最も横綱に近い力士と言えますね。大の里は昨年の5月に付け出しデビューして、そして9月場所で新十両、十両は2場所突破して、今年に入ってから入幕と。その全ての場所で3勝10勝、1月は11勝4敗敢闘賞、3月は11勝4敗準優勝と技能賞敢闘賞、そして5月場所では西の小結12勝3敗で優勝と、技能賞殊勲賞という、まあ総なめです、本当に。総なめ。まあこうなることはね、本当に入門前から分かっていました。中村大輝という人間をね、知っている人からしたら。ただ改めてやっぱり異次元だね、異次元の化け物って感じですね。まあ、この名前を挙げた7人の中でもやはり別格かなという感じですね。まあ、そんな大の里、来場所の成績次第では大関昇進をみたいな感じが出ていますがね、どうなるんでしょうか。まあ、非常に楽しみですね。はい、ということで今日は昨年2023年の2月に更新した今年中に関取に昇進しそうな7人の超有望力士という動画を上げました。関取に昇進できたのは7人中5人でしたね。まあなかなかの精度だったんじゃないかなと思います。ただそんな中でも23年の中で関取に昇進できたのは3人でしたね。まあなので、
まあ7分の3か、まあ半数ということでなかなかの精度だったんじゃないでしょうか。まあ幕下上位のね力士を挙げたので当然と言えるかもしれませんが、ということでまた新たにね動画作ろうかな、1年以内に関取に昇進そうな若手力士とか言って懲りずにやってみたいと思います。はい、ということで今回の動画はここまで。終わり。アディオス。